はい今回はブログをやるべき理由2つ目コンテンツが蓄積されるということについて見ていきますコンテンツが蓄積されるということですねブログというのはね紛れもなくストック型のメディアですよねブログ記事あなたが書いたブログ記事というものは基本的に積み重なっていきますと書いたのがね昨日書いたやつがいつか消えちゃうわけではないですよねしっかりと更新公開されていればずっと記事とは記事というのは まあ資産としててまっていくわけですフェイスブックとかツイッターをイメージしていただければ分かりやすいと思うんですけれども、ああいった類いのものは投稿しますよと。そうすると、どんどんね、日々の中でフローということで流れていってしまいますよね。わざわざフェイスブックの投稿がね、またこう、戻って検索したりして、その人の投稿を戻って見るようなことってはなかなか起きにくいわけですね。なので、フロー型ということで、一回の投稿は基本的にはフローなので、流れ消えてしまうと。 いうことになりますそれに対してブログというものは公開すればキーワードなどで SEO がねそういった上位に表示されたりだとかあるいは SNS でシェアされたりするとその記事にねいつでもアクセスが来てくれるということでどん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 その記事があればあるほど資産っていうのは溜まっていってアクセス数とかそのシェアの数とかそういったものもストックされていきますよとこういったのがブログというメディアの特性の一つですね、まあ、コンテンツが蓄積されるということです 今ね、言ったように、書いた記事っていうのはずっと残るわけです。消えてしまうわけは基本的にはないわけですね。で、SNS で拡散する可能性があると書いてあるんですけれども、Facebook とか Twitter とか、あるいはハテナブックマークとか聞いたことあるでしょうか。そういったもので、シェアされたりだとか、いいねされているっていうのの元って何か分かりますかね元。そうなんですよね。それがブログ記事なんです。 なので、このブログ記事っていうのを元になって、この記事いいよとか、この記事読んでおくべきだよ、ブックマークしておくべきだよということでシェアされるわけです。なので、この大元のブログ記事っていうのはとても大切な、になるわけですよね。それが大きな資産となるわけですので、このコンテンツが蓄積されるということをね、ブログの特性として考えておいてください。